岡市植物園の温室ギャラリーでは、ウチョウランや観賞用の山野草が120点以上展示されています。ウチョウランは山地の崖などに自生し、初夏に咲く小型のランで、花の形が羽を広げた蝶のように見えることから名付けられました。福岡県内でも英彦山などで見られましたが、乱獲されたことで数が激減。現在は環境省が絶滅危惧種に指定していて、野生のウチョウランは採取が禁止されています。最近は品種改良が進み、園芸植物としての人気も高まっていて、会場では紫や白の可憐な花を楽しむことができます。日本の野生にもこういうランもあるんですよっていうのを、色の変化とかですね、形の変化があるんで、そこあたりを楽しんでいただければいいと思っています。会場では苗の販売コーナーも設けられています。この展示会は今月12日まで開かれています。